ススラックスなどの一組おの、各々スカートスーツ、パンツスーツと呼ばれる。ブラウスなどを伴うものもある。メンズとは異なり、ジャケットの丈が短く、腰に、くびれがあり、ウエストと、ヒップが強調される作りになっている。また、ジャケットのボタンを止める向きも左側で、メンズとは逆である。この節は、生徒スーツに基づく。ヨーロッパで古代から、 中世の彫刻や絵画に描かれる衣服は男女の違いはあるがいずれも大きな布をひだを寄せてまとうようなドレパリーとして描かれてきた14世紀になると女性服は上半身をぴったり覆いコンパクトにまとめるボディスと、下半身をゆったり包む足首まで覆うスカートからなるのに対して男性服はプレートアーマー ダブレットやタイツのように獅子をあらわに死体の輪郭を明確にするようになり、衣服は大きな精査を表す。その後男性服は17世紀後半になるとゆったりと体を包みボタンで留めるジャケットが現れ、また18世紀末のフランス革命後はゆったりとした長ズボンも普及する。19世紀のイギリスではフロックコートに長ズボンを合わせるようになり、 やがて背広が登場する。背広はアメリカ合衆国にわたり、既成服化され、やがて世界的に男性の用いる服となった。一方で、女性服は乗馬や自転車あるいは商婦などの男装として、男性と同じような獅子をあらわにした衣服が、例外的に取り入れらことはあっても、基本的には従来のワンピース型のドレスであった。しかし、 新古典主義による人体の理想形の変化、男性服の仕立て技術の導入やコルセットからの解放、ウーマンリブ、労働のための合理的な服の必要性などにより、20世紀初頭には背広のように体に程よくフィットしたスーツが取り入れられた。第二次大戦後にはシャネルによる軽やかな色合いのツイードを用いた、いわゆるシャネルスーツも登場する。現在では、 背広の主流である暗い色に加えて明るい色が用いられたり、デコルテの名残である襟のないノーカラーの上着や襟のないカットーなどを合わせたり、ボタンの代わりにファスナーを用いるものなど、背広以上に多様になっている。従来のスカートに加えてズボンも用いられ、また背広と同じように上下で異なる布地の組み合わせや、ジーンズを合わせるなど多様な着こなしが見られる。 レディーススーツはスーツであっても、ジャケットは、くびれていて、ウエストを強調し、パンツもフレア気味であり、ボタンを止める向きも右が前であるため、メンズとは大きく異なる作りになっている。ありがとうございます。